こんにちは。ピラティスインストラクターのヘルです。今日はローリングライカーボールというエクササイズを行います。今日はモデルとしてマリナちゃんに来ていただいていますので、初めての方でも分かりやすく、そして間違えやすい箇所を皆さんに一つ一つ丁寧に説明をしながら進めていきたいと思います。ではマリナちゃん、今日もよろしくお願いします。お願いします。それではローリングライカーボールを行います。このエクササイズは背骨のマッサージ、骨盤のマッサージ、腹筋、背筋を使います。まずは座骨でバランスを取り、ボールをここで胸と膝の間に入れます。ここで座骨でバランスを取りながら両足を上げてもらいます。この時に両手の位置なんですが、ももの裏でもいいですし、膝を抱えてもいいです。足は開きすぎなければ、ある程度軽く開いた状態かピタッとくっつけた状態でも構いません。さあ、私はももの裏に手を当てますね。ここで肋骨からお腹を少し丸く、少し えぐりながら、ももと胸の距離を変えないようにしていきます。目線はまず前を向き、肩を下げます。ここで背中が丸くなった状態で、膝やももでボールを押さないように気をつけながら、ゆっくりと息を吸いながら肩甲骨まで下がって上がっていきます。ではここで息を吸いながらお腹を丸くして、肩甲骨までゴロン吐いて、ふっ、ここで骨盤底筋をキュッと持ち上げながら上がってみましょう。もう一回行います。息を吸いながら背中と腰を丸くし、肩甲骨まで下がったらキュッとここで座骨でバランスをとっていきます。このローリングライカーボールは回数としては10回から20回ほどやっても構いません。自分で腰や背中の筋肉が気持ちがいいなという範囲で回数を調整してください。それではローリングライカーボールをマリナちゃんにやってもらいましょう。それでは向こう側を向きながら、尻でバランスをまずとって、膝と胸の間にボールを挟んでください。はい、ここでお腹を少しえぐるようにしながら、座骨でバランスをとり、両足を少し浮かしてみましょう。はい、ここで両手の位置はももの裏か膝に当ててもらいますが、どっちがやりやすいですか？はい、じゃあそこで、でこの時肩がちょっと内側に入りやすいので、なるべく肩が内側に入らないように皆さんも気をつけてください。肩を少し下げ、はい、足の幅はピタッとくっつけてでもいいですし、開いた状態でも構いません。さあ、胸でこのボールを押さないように気をつけながら、少し後ろに下がるようにして、この肩甲骨までいきましょう。いいですか？まだ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 、目線は前を向きましょう。首から下がらないように気をつけてくださいね。いきますよ、ゆっくり下がるようにして、ここまでいきましょう。せーの、息をここで吸って、吐いて上がる。そうで、前を向く。この時に上がった時、お腹がポコッと出ないように、ボールをここで押さないようにちょっと気をつけてください。もう一回いきます。この背中で、ね、せーの、息を吸って、吐いて、吸って下ろす、吸ってゴロン、吐いて上がる。もう一回いきましょう。お腹を少し薄くして、前を向いて、そう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 、うん、いきますよ。せーの、吸って、吐いて。さあ、今見てたらマリナちゃんは膝を少し胸の方に引き寄せてたので、皆さんも先にこう膝を胸の方に押し付けることが結構多くなると思うので、胸とここの距離をなるべく変えず、形を変えないまま下がってみましょう。もう一回いきます。せーの、息を吸って、吐いて上がる。あ、いいですね、今のすごく綺麗でしたよ。もう一回いきましょう。お腹をえぐって、前を向いて、せーの、息を吸って、吐きます。今マリナちゃんはとても上手にできていたんですが、首から行って頭をつけてしまったり、首の骨にぐっと力が入らないように、そのまま頭の位置を変えないように、あと1回だけやってみましょう。はい、行きます。せーの、息を吸って吐く。あ、いいですね、今すごく綺麗でしたよ。
肩の力を抜いて最後もう1回だけ、せーの、息を吸ってお腹をキュッと持ち上げる。そう、ここで骨盤底筋がバッチリ引き上がりました。はい、足を下ろして体です。いかがでしたでしょうか。ローリングライカーボールというエクササイズは背骨や骨盤周りのマッサージになります。デスクワークでじーっと同じ姿勢をとっている方、また腰や足周りが重く感じる方などは、ぜひゴロゴロとマットの上で何回か行うことでマッサージ効果がとても高まりますので、ぜひ試してみてください。ご覧いただきありがとうございました。